白黒無常、シャビアン、ファンウージュ、存在感ゼロ、諸行無常。傘を投げて傘が止まった位置にワープすることができます。ワープした際に白無常であれば黒無常、黒無常であれば白無常へと入れ替わります。そして入れ替わった後、1回だけ攻撃速度が上昇します。傘を投げる距離はボタンを長押ししている時間に応じて変化します。白黒の髪の揺れ方が変化したら最大射程ということになります。この能力で確実に飛びたい場所に飛べるようにならないと白黒に勝ち目はありません。シビアですね。無ヨネハン、傘ワープと同じモーションで傘を投げます。傘は投げた位置に5秒間とどまり、その間傘にワープするか傘を戻すかを選択することができます。設置された傘の周りにサバイバーがいた場合、そのサバイバーが5秒間強調表示され、対象サバイバーの痛まだ操作、解読、治療速度が低下します。傘を投げている間は移動速度と窓乗り越え速度が速くなりますが、その代わりに板破壊、攻撃、風船運びができなくなります。クールタイムは諸行無常と共有されます。傘を手元に戻した場合は5秒でクールタイムが終了します。この能力のおかげでだいぶ小回りの効く性能になりましたね。存在感1、球根擁白。白無常で使用することができます。5秒間の間高速で移動することができます。その状態で4秒間サバイバーのそばにいると球根をすることができ、球根されたサバイバーは10秒間失根状態となり、アクションボタンが使用不可となります。さらに味方の姿とアイコンが見えなくなり、大量の白無常の幻覚を見るというデバフを与えることができます。急いで移動したいときや救助狩りをしたいときなどに使うことが多いですね。このモーションに掃除機の効果音をつけたくなるのは僕だけでしょうか。閃魂の鈴、黒無常で使用することができます。黒無常が向いている方向にベルを鳴らして、効果範囲内にいるサバイバーを転ばした上で調整を発生させることができます。調整に失敗したら60秒間心身状態になります。その時にもう一度ベルを当てられ、調整に失敗すると落泊状態になり、10秒間の間移動方向が全て逆になるというデバフを表することができます。落泊状態にすることを狙うよりも、追いつきたい時やアクションを中断させたい時などに使用します。これまでずっとベルだと思ってたんですけど、鈴だったんですねこれ。存在感に諸行無常、増強。諸行無常のモーションが速くなり、なおかつ着地時に白無常なら球根、黒無常なら閃魂の鈴を広範囲に放つことができます。球根は当たればすぐさま失根状態になります。閃魂の鈴が命中している最中に通常の鈴がもう一度当たると、1度目のスキルチェックを強制的に失敗させることができます。失根状態か落泊状態になっているサバイバーに増強によってもう片方の能力を当てることができれば、失根落泊という特殊なデバフを付与することができます。こうなったサバイバーは操作反転、移動速度の大幅な減速、幻覚というほぼ逃走不可能な状態になります。まあ状況が限定的すぎるので、試合中に失根落泊が決まっているところは見たことがありませんけどね。白黒無常は能力の種類も多く、足の速さ、攻撃判定、いたわり速度など、そのステータスも白無常と黒無常では違うので、いろいろなシチュエーションに対応することができます。しかし、存在感が溜まるまではかなり厳しいので、初動が大事である現環境においては、かなり逆風を受けているキャラと言わざるを得ません。ただ、衣装においてはかなり優遇されており、ビジュアル的なアドバンテージはかなり高いです。能力も多いので、使っていて楽しいキャラですね。